てね。もう本当にびっくりした。もう本当にこの新人すごいって、ご本尊様すごいってね、また一つ確信させていただきました。ここから始まる、前でも優勝。わずかな時間を見つけて女子部の会合に参加する久本さん、進行の喜びが胸いっぱいに広がります。喜んで本のために、人のために、公正の風のために戦わせていただきたいなってつくづく思いますので、これからもよろしくお願いいたします。平成4年ですか、1月5日に中野杉並合同総会新春幹部会で、私とワンホンポの同じ女優であります柴田理恵とね、二人でルネサンスおめでとうっていうことで掛け合い漫才みたいなことをやらさせていただいたんです。で、本当に守られたなと思ってほっとした時に先生が登場なされて、面白かったねって開口一番におっしゃっていただいたんです。もう私ね、もう本当にもうパーンとなりましたね。頭が、先生から面白かったねってのを聞こえた瞬間に何が何だか分かんなくなっちゃって、もう嬉しくて感動で、もう目の前に先生がいらっしゃると思ったら、もうすごかったですね。もうぼーっと涙出て、本当にもうなんていうか、あったかいっていうか、自分がやってきたことを全部分かってらっしゃって、全部見ていただいた中で先生に面白かったよって言われる激励を受けた時に、いろいろこうお笑いやってて悩んできたこととか、苦しかったこととか、そういうのが全部なんかこうパーって突破られて、間違ってなかったですよねっていうふうな気持ちになって、それを全部分かってくださる先生のなんかこうあったかさというか、大きさにも包まれて、すごく幸せでしたね。嬉しかったです。信心してよかったなって、先生と会えて本当によかったって、まあ本当に嬉しかったですね。そういう原点の日を先生に作っていただいて本当にありがたかったです。人間革命してる途中ですから、いろいろとね、自分でもダメだなと思うこともあるし、いっぱいもっともっと頑張らなきゃいけないなって反省することも多いですけれども、いつも勇気と希望と元気を与えてくださる、そういう先生のね、弟子として恥ずかしくないように、私もそういうふうに微力ですけども、しっかりこの身をね、使っていただきたいっていうか、使わせていただきたいなって思いで走らせていただいてます。